はい、続き。今度、和を求めにゃいけんけ、シグマが出てくるよね。で、今のうちにシグマのイメージは変えといた方がいいと思う。ごめん、K とちょっと N 省略させてね。イメージ変えとってください。どういうこと、K だね。どういうことかというと、足せってことなのね。で、1から N まで、まあ、こういうふうに分けることができる。これね、分けることができて、和だから、こうなるわけよ。こいつね、K イコール1代入するじゃないですか。で、K イコール2代入するでしょ。で、これをずっと続けていって、N までやんなさいと。で、全部足しなさいって言いたいのね。このイメージをちょっとね、今のうちにつけといた方がいいと思います。C1 足す、点点点、足す、C の N よ。OK。で、そうなると、UN っていうのが、シグマの、あ、ここか、シグマの K イコール1から N までの、CK なので、どうしようか。分けようか。分けると、ここに、間に C におるよね。ってことは、引き算をして、こうなるの分かる？ C3 足す、点点点足す、C の N。ここまでね。足す9の CN 足す1、引く C1。OK、ここまで。で、ここにはめ込みたいんよ、C1 を。こう入れる。C3 足す、あ、C2 足す、C3 足す、点点点。なぜかというと、ここで UN っていう形を作りたいわけ。OK。で、9の CN 足す1。で、ここに8を入れたんで、即8引かねえけんのよね。さあ、これちょっと難しいですけどね。で、こうなるから、8倍の、UN 足す 9CN 足す1、引く 9C1 になる。これはちょっと大変ですよ。ただ、必要な文字で足してすぐ引くっていうのはよくやる手なんで、これはよく知っとってくださいね。OK。一応流れに乗ればいいだけ。